今日の企画は何でしょうか。今ですね、はい、前々から結構流行ってる海外の動画がありまして、ほうほうほう、それがですね、釣られてはいけないっていう、要は釣られ笑い、笑ってる動画を見てこっちは笑っちゃいけない、うん、はい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 、でもみんなは釣られて笑ってしまうってこと、笑ってしまう、はいはいはい、誰か笑ってる人を見て何で笑ってはるか分からんけど笑ってしまう、笑ってしまうんですけど、うん、それを耐え切ってほしい。なるほど、ちょっとじゃああれね、爆笑の企画とちょっと似てるってことね。近いかもしれない。やっぱそういうのが今流行ってるんや。ガキ使うは分かるよ、笑ってはいけない、それはだってあのメンバーが面白いやん。でもうち結構ゲラやなって。え、本当っすよ。いやめっちゃ言われんねんか。じゃこれは結構自信ある。うん、これ自信あります。本当に800万とか1000万で再生されてる動画なんですよ。もともとで。今まで笑ったことないからね、この企画の時に。で一応ボール用意していただいたんで、まあ使ったことないですけれどもね。でもやっぱタイトルがもう心の底から笑いたい人への動画ということで、みんなそんなに心の底から普段笑えてないのだろうか。いくよ。
なんかその何笑ってはるとこに結局笑うんじゃなくて、あのバーって出てくるコメントが面白いやん。でもなんかただただ幸せな気分になれる動画っていう感じ。なんかそのこれを見てうちもめっちゃ笑うとか、心の底からっていうタイトルで書いてあったから、ちょっとだからやっぱ打ちずれてんのかな。であと一個気になったのが、ヒエ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 あれとかもだから意味はないんだよね。ただヒエヒエヒエっていう笑い声がヒエヒエヒエになっただけだよね。だからそういうこと考えちゃったの。ということで今回はマジで今カバンの中に入ってたポーチ、これちょっと一回洗濯したいけど、ちょっと洗濯してお送りしようかな。こちらの方をプレゼントしたいと思います。こちらは台湾の方でゲットしたポーチでございます。ぜひご応募ください。ということで、みそのチャンネルでしたー。